トンハムスマン、シャウエッセンの容量減らすはお前ら実質値上げもう買わない航空でいい。航空90具、シャウエッセン117具あれれ？アルトバイエルンにかなり流れた感はある。近くのスーパーもアルトバイエルンの方が一番良い位置に設置されとる。わいハゴテアラポーハなので問題ない。値段は？カラクリテレビのご長寿ビデオレターのシャウエッセンおばあちゃんを思い出す。容量減らすくらいなら素直に値上げしろ漫画ネットには多いけど。実際そう言ってるやつすら航空を肯定しちゃってるんだよね。この間買ったシャウエッセン2パックとも7本入ってたわ。初めて航空食ったけどこれ味濃すぎないん。なぜガリガリ君の成功例を学ばないのか。ガリガリ君はライバル不在だからできるだけだよね。ケンタッキーがいくら値上げしてもあんまり気にされないのと同じだよね。なんじいやとめっちゃ航空押されるけど味微妙よな。シャウとかアルトと比べたらあかんレベルよな。大袋のコスパは見るものがある。最近のお気に入りは500具500円台のやつやけど、ソーセージのパックはマジで袋詐欺あるよな。まずいソーセージはボイルとか単体で食べるのきついからカリカリにしてナポリタンにでもぶち込むしかないのが辛い。ランク的にはシャウアルとかオルクスやろ。ジョンソンが一番や。アルトバイエルンが強すぎてね。もはやステルス値上げってもはや逆効果よな。今日は特売で298やったから久しぶりに買ったわ。シャウエツが一番うまい。日ハムは芳醇とかいうのも最近見かけるようになったけど、セカンドライン的な感じなのかね。さあ、エスコンの売り上げが好調な日ハムですが、ソーセージに関しても日本一になることができるのでしょうか。ぜひ皆さんコメントを寄せくださいね。ご視聴ありがとうございました。